いやー参ったねー。ちょっとこの前人生を振り返ってみたんですけど、本当にね後悔の多い人生でしたね。でいきなり暗いわで今回はですね、今買わないと後悔する腕時計5000ってことで、某応援団さんも少し前に同じテーマの動画を上げていてですね、まああれですね、オマージュってことでやっていきたいんですがそうは言っても私なりの視点で選んでおりまして、というのも高級時計で今買わないと後悔っていうと、例えばこれから人気になって買えなくなるとか高騰しそうだみたいな、お金に絡める感じのラインナップになりそうじゃないですか。ここではそういうものは選んでないんすよねと言いたいんです。あくまでも時計好きの視点で過去の時計の編成を踏まえて選んでおります。でまあいろいろ言ってますけど、例えばどんなのかという話を最初にしたいんですが、最近の時計で確実に後悔した人が多いであろうものを紹介しますと、これですね、ロイヤルオーク。いやめちゃくちゃ高騰したモデルやん、言ってることが違うやんけいや違うんですよ、これ高騰したから選んだというわけではなくてですね、ロイヤルオークの2進のモデルあるじゃないですか、エクストラシーンなんですけど、2022年にロイヤルオーク50周年ってことでモデルチェンジしまして、あれがですね個人的に非常に残念なモデルチェンジだったんですね。というのも見た目なんかはほとんど変わらなかったんですが、ムーブメントが変わっちゃったんですよね。それまでのものはキャリバー2121っていう初代ロイヤルオークに使われていたムーブメントをルーツに持つものが搭載されていまして、これがまあ自動巻きムーブメントの中でも傑作と言われているものでしたからね。中も外もまさに初代の復刻版っていう感じだったんですが、今のやつは現代的なムーブメントに変わっちゃいまして、まあそれはそれでいいものだとは思いますが、枕を濡らした方多いんじゃないかと思います。というわけでこれはすでにモデルチェンジしてしまった時計の話だったんですが、要はですね今から紹介する時計は今後モデルチェンジとか廃盤になる前に買っておかないと後悔しそうなものという括りで選びました。でもこれがですねモデルチェンジした後の方がいいやつが出る可能性だってあるわけですよ。でもちろんその可能性もありますが、そうなった場合はですねこの動画を引っ張り出して「お前の予想は当てにならんわ!」って突っ込んでください。そしたらですね、ああそうですかって開き直りますんではい、では気を取り直して早速1本目の今買わないと後悔する時計行ってみようと思いますが、1本目はですねこの企画やろうと思って最初に思いついた時計なんですけど、 IWC のインジュニアオートマティック40ですね。でなんでこの時計なのかというとですね、このデザインが秀逸ですよね。インジュニアは2023年にモデルチェンジしたんですが、巨匠ジェラルド・ジェンタがデザインした名機インジュニア SL をモチーフにしたものになっているんですよね。それを現代的にアップデートしていて、インジュニア SL の良さをベースにややスポーティーにして、なんていうかいいですよね。ってことを言いたいんではなくてですね、実はこれはあくまで前提なんです。どういうことかというと、 IWC って毎年どこかのラインをモデルチェンジしてますよね。そうするといずれこのインジュニアもモデルチェンジするわけですよ。で今までのインジュニアの編成を見るとですね、うんと思うことがあってですね、現行のものはさっきも言った通りインジュニア SL にかなり近いと言いますか、インジュニア SL をいい感じで現代的にしたデザインになっていますよね。ところがここからモデルチェンジを挟みますと、おそらくですが余計なことをしてくるんじゃないかと思うわけです。いや言い方が本当に悪いんですけど、余計なんだわいや多分ですね、インジュニア SL のオリジナルのデザインからは離れていくと思うんですよ。インデックスの12と6だけローマ数字にしたりとか、全体的に装飾的になったりとか、いやそういうの求めてないんだわ的なことをやってきそうなんですよね。で私には見えるんですよ、数年後インジュニアのモデルチェンジが発表されて嘆く人たちの姿が。だからですね、値段が高いとかいろいろ言われてますけども、インジュニア SL のデザインが好きな方はためらわずに買った方がいいと思うんですよね。そういう意味でこれは買っておかないと後悔する時計だと思います。はい、では2本目の今買わないと後悔する時計に行きますと、2本目はですねカルティエのサントス・ドゥ・カルティエです。これもですねデザインがいいんですよね。現行のサントスは2018年にモデルチェンジしまして、一番の特徴はベゼルがブレスレットとつながっているようなデザインになったことですね。
それ以外にも四角いフォルムの中に曲線が多用されていて、ビスモチーフの武骨な雰囲気の中にちょっとフェミニーな要素があってすごくいいんですよね。ってことを言いたいんではなくてですね、これもあくまで前提でして、過去のサントスのデザインと比較しても現行のサントスは秀逸だと思うんですよね。で、2018年のモデルチェンジで結構衣装が変わっていまして、今後このフォルムが維持されるかは不透明ですね。なのでこのデザインのサントスがいいって方には後悔がないような選択をしていただきたいなと思って選んでみました。とはいえですね、正直このモデルに関してはインジュニアほどの自信はなくてですね、 IWC はモデルチェンジで結構デザインをいじってくるんですが、カルティエの方がその辺は保守的ですよね。去年のタンクフランセーズもベースは大きくは変えずにモダンにアップデートしましたっていう風に見えます。だからもしかしたらサントスもそんなに変えてこないのかもしれませんね。とはいえ現行のサントスはおすすめなので、まあ間違いはないかと。あともう一つの懸念事項としてですね、現行のサントスよりも欲しいサントスが出る可能性があるとすれば、初代サントスの復刻版みたいなものですね。現行のものはかなりスポーティーになっていて、故に使いやすいみたいなところがありますが、初代サントスはエレガントでありながらちょっと外し要素もありみたいな魅力があってですね、いいですよね。これが出たら欲しいなと思ってしまいそうですが、そこは安心していただいて構わないと思っています。なぜならいずれ初代サントスは復刻すると思いますが、カルティエプリベでやると思うんですよね。去年で言うとタンクノルマルみたいに。そうなると本数が限定されていて、まあ普通の人には買えないので、いらぬ心配なんですよね、悲しいことに。ということで、まあこれはなかなか悩ましいところもありますけれども、現行のサントスを2本目として選んでみました。はい、では次に3本目の今買わないと後悔する時計ですが、3本目はロレックスのエクスプローラー1です。え、なんで？ F1 なんて定番だからほとんど変わってませんやって思ったでしょ皆さん。いや、私は思うわけですよ。F1 ほど時計好きをもてあそんだモデルはないだろうと。いやー、本当にですね、トラウマになった方多いんじゃないかと思うんですよ。で、まあこれがですね、どういうことか説明したいんですが、2世代前までの F1 ってサイズが 36mm だったんですね。それが1世代前の F1 で 39mm になったんですよ。まずここで小さい時計好き勢に衝撃が走ったわけです。で、さらにこのF1も針の長さが変わったりとマイナーチェンジがあったりして揺さぶりをかけてるんですね。そして現行のF1、ここでまた 36mm に回帰しまして、今度は大きい時計好き勢に衝撃が走り、小さい時計好き勢が歓喜するということになりまして、で、これで決着したかと思いきや、今度は 40mm のモデルが登場しまして、現在はこの2サイズが並行して出ているので平和になったんですが、もう振り回されるのは勘弁ないよ。それでまあ今後このラインナップがどうなるのかわからないので、心を乱される前に好きなサイズのものを手に入れておいた方がいいのではないかと思いまして、それでチョイスしてみました。で、このF1、サイズのこともあるんですが、もう一つ理由があってですね、現行のF1に使われているムーブメントキャリバー3230、これがすごくてですね、精度、対衝撃性能、対峙性能、パワーリザーブ、いずれも高水準なんですよね。さすがロレックスといったところなんですが、つまりですね、機能的にだいぶ進化していて、もう十分実用性が高いので、この辺で手を打ってもいいんじゃないかと思ってまして。で、まあ、この2つの理由があって、F1を選びました。はい。では次、4本目の今買わないと後悔する時計ですが、4本目はショパールの LUC1860 です。これもですね、いいんですよね。デザインは王道のドレスウォッチという感じなんですが、まあなんといってもムーブメントがいいんですよね。マイクロローター式の自動巻きなんですが、機能もてんこ盛りで何より美しい。自動巻きムーブメントで傑作が積まれておりまして、中身も見た目も最高ですね。というのはまたまた前提でして、これもまたトラウマがあるんですけど、これは私の場合なんですが、時計を好きになってからですね、いろいろ調べるじゃないですか。で、やっぱりドレスウォッチが好きだったので、いいのないかなと思って見ていたらですね、この LUC1860 のオリジナルのものにたどり着いたわけですよ。で、これいいなと思った時にはですね、もうとっくに廃盤になってまして、涙を飲んだってことがありました。いや、別に中古のものを買えばいいじゃんっていうのもわかるんですが、
やっぱりですね、高い買い物なのでファーストオーナーにこだわりたいっていう気持ちもあってですね、でそこからの去年の新作発表ですよ。しかもノンデイトになっていると。この時計に関しては同じ気持ちの方多いんじゃないかと思っているんですが、同志の皆様、これはもう行くしかないんだわ。本当にこのチャンスを逃してまた廃盤になったら泣くに泣けないんですわ。だから乗るしかないんですよ、このビッグウェーブに。でですね、これ一つ訂正しなくてはいけないことがあってですね、去年の年末の動画でこの LUC1860 を紹介した時にルーセントスティールケースにシルバーかブラックのダイヤルのものが出たらいいなという発言をしたんですが、すいませんでした。改めて考えたらですね、ルーセントスティールにグレーのダイヤルが今の気分だと思いましたので、お詫びして訂正いたします。いやー、本当にグレーダイヤル出たらあかんですよ。もう借金してでも買うしかないですわ。はい、ということで4本目でした。では最後5本目の今買わないと後悔する時計ですが、正直に白状しますと、この企画やろうと思ってパッと思いついたのここまでの4本なんですよね。で4選だとなんとなく収まりが悪いので5選にしてしまいまして、いやーどうしようかなと困ってしまったんですが、まあそうも言ってられないので選んでみました。5本目はですね、ショパールのアルパインイーグルです。またまたショパールになってしまいましたが、別にショパールの回し物ではなくてですね、ちょっと理由を話してみますと、アルパインイーグルって新しいコレクションじゃないですか。いや、サモリッツという時計がルーツにはなってますけど、まあ新しいやつですよと。で、デザインも良くてですね、私も好きなんですけれども、大体こういう新しいコレクションって初代が至高なんですよね。いろんな人気のコレクションを見てもらえればわかると思うんですが、デザイン的には最初に出たやつが良くて、その後変にいじられてしまうという、そういう運命のものが多いように思いますね。まあ逆にシリーズ化するってことは、最初のモデルが人気だからシリーズ化するわけで、最初がダメだったらそのまま消えますからね。当たり前といえば当たり前かもしれませんが。なのでここではアルパインイーグルを挙げましたが、他にも同じようなパターンの時計結構あると思うんですよね。例えば前回の動画で紹介したコードイレブンも時代を先取りしている感じを受けるので、この前はまだ買うのは早いなんて言いましたけど、意外と今あるやつが今後評価爆上がりしていくかもしれませんね。はい、というわけで今回は今買わないと後悔する時計5選ということでお送りしたわけですが、いかがだったでしょうか。主にモデルチェンジとかでなくなったらショックを受けそうなものを選んでみました。で、一つ注意と言いますか、言葉が足りないところがあったんですが、全体を通してデザインの部分を中心に見てきましたが、当然モデルチェンジでムーブメントとか外装とか、そういったところが良くなっていくことがあるじゃないですか。そういうこともですね、一応念頭に置いて選ぶべきかなということは思います。ただデザインに関しては変えがたいところではあるので、その辺は難しいところではありますけれどもね。はい、では今回はこの辺にしておきますか。それではみんな、あったかくして寝らんや。動画の冒頭のつかみってあるじゃないですか、コンペココンペココンペコみたいなやつ。いろんな VTuber さんが可愛い感じでやってて、あれ憧れるんですけど、私もやってみたいなと思いましてね、いろいろ考えた結果が今回の、いや参ったねですからね。いや、分かる人には分かるネタなんですけども、まあ、いかんせん暗い。これ冒頭でやったらその場でブラウザ閉じちゃうんじゃないかと思ってしまったんですが、結局採用してしまいまして、まあ何かつかみが欲しいですね。孤独ない感じのやつが。はい、ではまあ今日はそんなところで失礼します。それでは。